正ロマン中野オペラ村建設の物語。大正中の頃、大正ロマンに酔いしれるお江戸東京中野村の物語。オペラ小屋建設を夢見る町の善人たち、あまり自由な表現がまかり通るのは困りものと考えている管理の人たち、鍋屋横丁、青梅街道、新宿から2、30分も歩けば到着する庶民の町、梅林、料亭、茶屋が並び、内藤新宿から発した唐辛子栽培が店先をにぎわす。人の良い猫八熊吉のコンビが浅草の盛り場に出かけ、評判のオペラを見てきたところから物語は始まる。原始女性は太陽であったなんて平塚雷鳥先生も言われたが、
日本はアマテラスの時代からご維新の時まで、あの伊藤博文さんだって女性に頭が上がらない。その女どもをたぶらかすのが男前のテノールっていうわけさ。わかるかい？熊吉の二人がなんだかんだ話しているところへ、名主の虎蔵が現れる。お方々、ずいぶん盛り上がってるじゃないか。なんで、浅草オペラで金龍館に行ってきたって？町中でオペラの歌を口ずさんですごい景気だって。なんでなんで、この中野にも昔は中野長者なんていう江戸一番の大金持ちがいたんだよ。浅草なんぞに負けちゃらんねえ。こいつらも江戸っ子の端くれ。この茶屋や料亭の構えをご覧よ。どうでどうで、この中野村にも立派なオペラ小屋を追っ立ててみねえか。それはびっくり。すんばらしいお話だけど、うるさ型のおかみがなんて言うかな。いやいや、ご維新の文明開化から富国強兵、お隣の秦国にも勝って大国ロシアにも勝った。ご貴族様の時代から今や大正ロマン真っ盛り。我ら町人の心意気を見せる時代になったんだ。オペラ小屋の一つや二つ。海の向こうのメリケンじゃ、ニューオーリンズから始まった民の音楽がジャズって名前になって、いろんなショーをやったり、随分景気がいいって話じゃねえか。こっちとら中野は東京ど真ん中ののっぱらだっちゅうんだ。浅草がクラシックなら、中野は歌謡曲やジャズ、クラシック、日本古来の曲まで、あらゆる種類の音楽を使って、人間広場のオペレッタを作ってやろうじゃないか。お役人の山形、通称サーベルが登場。ふん、オペラ小屋を建てるだと？町人ごときが出しゃばりおって。人には生まれながらにして、分相応、差別、区別があるもんだ。金持ちは金持ち、貧乏人は貧乏人。身分制度が終わっても、貴族は貴族、士族は士族、町人や商人は一番下の身分なんだ。小学校の先生にも困った人がいるんだ。中野小学校の常八校長なんかはそのいい例だ。みんな弁当を持ってきているのに、持ってこられない貧乏人に炊き出しの給食とやらを分けてあげているのだ。全くけしからん。貧乏人をつけ上がらせてるだけじゃねえか。常八先生が言う。江戸が東京に変わって50年余り、江戸も東京も全国から集まった人々の寄せ集まりでできている。ぎゅうぎゅう詰めの長屋住まいの知恵は、袖すり合うも他人の縁と、傘を斜めにしてすれ違ったり、心和むように花を生けたり、お互いに助け合っているんだ。私たちはもともと地方出身者の血と汗と涙でできた土の上に立っているんじゃないのかな。その大地の平等の上で、お前が下で俺が上だなどと差別したっていいことはないよ。みんなが幸せになるために教育はあるんだよ。
こんな考えがサーベルには理解できない。おまけに常八校長は年猫番店で来る風呂にも入ってないような小汚いおっかさんに新聞紙なんかやって、背中と子供の間に入れとくと暖かくなっていいよなんてふざけた親切をしている。不潔でたまらん。病気が広がったらどうするんだ。朝鮮人や部落民まで平等に扱うなんて全く許せんことだ。貧乏人は俺とお前は枯れススキ、花の咲かない枯れススキなどと歌っていればいいんだ。常八先生は言う。すべての子供の可能性をもっともっと引き出してあげたいんだ。辛い時、悲しい時、月の光、星の瞬きを見つめてごらん。誰かがどこかで君のことをきっと応援してくれているよ。大きな声で思いっきり歌ってごらん。君じゃなきゃできない夢が空いっぱいに広がるはずだよ。ひらに舞い降りる金色の月、あなたの優しい可愛い笑顔、どんなことを言ったってどうにもならない、切ない涙が頬ぬらすよ。あなたといるという夢見ているような、愛しい心で胸がいっぱい、どこへも行ける。月影にランデブー、キスも甘く、二人の世界は永遠に輝く。